普通のデートがいいね。私が飛ぶからついてきてっていう。なんだで飛んだの。今回は前回の自衛隊女子会に続き、女性自衛官ならではのデートのお話をしていきます。一言で言います。女性自衛官かっこよすぎ。それではお楽しみください。男性自衛官とこんなデートがしてみたい、これちょっと聞いていきたいと思います。もし男性自衛官と付き合うようになった時に、こういうデートコース、こういうデートがしたいみたいなのがあれば、ちょっと要望事項を教えていただきたいと思います。私も男性自衛官とお付き合いしてたことがあるんですけど、まず駐屯地内で駆け足デートをします。はい、その後に筋トレを実施しまして、まず腕立てしますよね。背筋後ろ持ってもらって、背筋男性自衛官の人にしてもらいますよね。腹筋、足を男性自衛官の方に持ってもらって、90、100ってなった時にチューできる。100回やったらチューができるみたいなデートコースがね、私これ理想の自衛官デートじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、これはなんか私の理想のデートなんです。こういうデートしてみたいみたいなありますか？実際ちょっと似てるんですけど、結構あの夫もですね、最近私に合わせてアウトドアになってくれまして、はい、私あの月末の大阪マラソンに出るんですけど、はい、で今一緒にこうランニングの練習をしてるんですけど、はいはい、ランニング行ってお風呂入って焼肉ランチ食べて、ちょっと疲れたなと思うときは一緒に温泉行ってとか。結局むちゃくちゃいいじゃないですか。トレーニング一緒に来てくれますし、まあ、あっちの方が俄然早いんで、私のペースに合わせて、はい、まあ、例えばあのこの間も30キロ走2人でやったんですけど、はい、やばい距離ですね。もう部活みたいな感じで、はい、10キロ通過みたいな、はい、20キロみたいなペースメーカーやってくれたりとか、はい、距離が半端ない。はい、まあ、マラソン挑戦するわけだから、はい、それに向けた標準を、はいはい、マネージャーみたいな感じでやってくれて、自分の目標を達成できて、なおかつ指導もしてもらえるというのが、指導もしてくれて、で終わったら一緒に、まあ、温泉行って焼肉行くっていうのが、まあ、最近のマイブーム。あともう一個だけいいですか？いいよ、もうちょっと。いいですか？デートコース。レンジャーなんですよ、夫がですね。で、あの私山登りが好きで、一人で今まで行ってたんですけど、まあ、結婚してからはついてきてくれるところがあって、20分に1回ぐらいとか給水で出してくれたりとか、なんかこう補給食みたいな出してくれたりする。水飲むなじゃないんだよ。レンジャー兄弟だから。逆になんかこうちゃんと定期的に飲んだ方がいいよ。そうなんですね。レンジャー共感だから、もうあの飯を食うなとかいう感じかと思った。そんな感じでサポートしてくれるんで、やりたい、はい、ちょっと魅力的ですよね。そうそうそう、そういった感じはめっちゃいいなと思って。健康管理まで見てくれる。あ、そうですね、トレーニングのなんか、はい、夫っていうかもうマネージャーみたいな。マネージャーちょっと旦那さん言ったら怒られますよね。ここカットしませんよ。あ、そうなんですね。でもそうですね、レンジャー教官とかいうとやっぱ、はい、指導をしてる側ですから、とてつもなく管理能力が優れていると、うん、一般の方と腕相撲とかしないですか？で、私の方が強いわよみたいな見せつけないですか？ありますね。荷物とかも、あ、はい、重たそうだから持とうか。男性のプライドをこう粉々にしていくことはたまにあります。あれが楽しい。そうか、私の方がモテるのよ。私の方が力ありそうだから。どんなリアクション取られるんですか？あのすごい悲しそうな子犬のような目に、ね、あーちゃんの方がモテるんやみたいな。もう周知の事実なんですけど、はい、いいみたいな。自分で持ちますみたいな感じになりますね。なるほどね。男性のやっぱプライドは、そうですよね。あ、じゃあ あのそれを見て、あ、俺も頑張ろうかなみたいな、あの筋トレ頑張ろうかなみたいな、うん、あ、もしくは頼っちゃう。あ、頼られる、頼られる。そうですね。じゃあ、あの一般人の男性の方、あの女性自衛官すごくおすすめです。何でも持ってくれます。頼りになります。地図とか判読できなかったらカフェってなりますか？私でも地図わからないんで読めないんで、 Google マップこうやってくるくるやりたいので、はい、やっぱ女性がくるくるしてるんですよ。分かります。私もコンパス更新とか苦手でしたから。あ、そうですね。 GPS こっそり使ってました、はい、そうですよね。そう、使っちゃいます。訓練中とかももう絶対はぐれないように一生懸命してて。あ、じゃあそうですよね。やっぱ女性ので地図見れないらしいですから、やっぱ地図の見れるあの男性陣がいいですよね。そうですね。
ドライブデートとかも俺ナビなしで行けるぜみたいな、はい、コンパスで行けるぜみたいな人やったら、うん、そんな人おるんか航空自衛隊どうやって愛の飛行をするんですか。愛の飛行、そうですね、やっぱりそうやって最初は一緒にランニングしたりとか、うん、筋トレしたりとか、私一人で空手の大会とか出てたので一人でやることが多かったんですけどやっぱりこう一緒にやってもらえると、はい、できてない部分とか、はい、その運動とか足りない筋力とかも教えてもらえるんで、はい、自分も成長できるし、なんか相手もちょっと成長できて、まあ、いい関係で相互に、ね、高め合うことが、そうですよね、なんかあの鍛えたいですもんね、女性自衛官側も訓練ついていきたい、ついていかなきゃいけないから、マーチャさん、なんか理想のデートとかありますかね。普通のデートがいい、普通のデートがいい、まあ、確かにそうですよね、そうですよね、サプライズで、はい、でもなんかどこ行く決めてなくて、はい、まあ、車に乗ったとして、はい、で連れて行かれた先がディズニーランドとか、まあ、ここだとユニバになるんですけど、あ、はい、用意しといたよみたいな感じで連れて行ってもらうのが、はい、いい理想です。ガチガチにランニングとかじゃなくても普通にデートを楽しみたい女性自衛官の皆さんも求めている、普通に求めている、同じ女性ですもん ね、 そうですね。最後に不安の保持っていうのが自衛隊では言われております。デートで不測事態、こんな時女性自衛官どうする、これについて聞きたいと思います。まず一つ目、ドライブデートでタイヤがパンク、こんな時どうする。男性自衛官の方がうっかりね、車両 B 整備してなかったと、でタイヤがパンクしてしまった、タイヤを見てなかった、こんな時助手席に社長として座っていた女性自衛官の皆さんどうします。男性自衛官もあ、パンクした、今から USJ 行くのにどうしようってなってる時、これこんな時どうします。JAF 呼びましょうか。 JAF 呼ぶ、一番はすぐに、あの自分たちで変えたら服も汚れちゃいますよね。あ、なるほど、あ、手押しじゃないんです、手押しでユニバまで行ってますね。女性のあれですよね、予備のタイヤって入ってますもんね、車スペアタイヤ、タイヤ変えれます、すごい。ありがとうございます。これあ唯一私の特技なんですけど、特技北海道に行ってですね、はい、タイヤ交換、冬と夏でやらないといけないんですけど、スタッドレス毎年自分でやってました。素晴らしい、ありがとうございます。なかなかできないですよね。でも失敗ばっかりやってました。成功したら1回ぐらいなんですけど、そんな命中率でできるって言い切りましたけども、できるって言い切ったんですけど、はい、でも覚えてますね、はい、ジャフ呼びつつも途中までちょっとできるでみたいな感じで、女性陣が確かにスペアタイヤに付け替えることができます。手押しで2人で押して安全な道まで行って、あ、それはいいですよね。ジャッキで上げて、はい、ペアタイヤに付け替える、うん、男性自衛官だったら共同連携してね、多分2人でものの10分以内に到着完了ですよ。本当、あ、俺 B 整備してなかった、デートの時間が貴重な時間が、期待時刻に間に合うかなってなってた時に、なんて声かけてあげます。いい思い出だよ、いい思い出だよ、思い出に変えましょう。でも上司に、はい、デート中、まあ、男性の方だったんですけど、男性自衛官で、デート中にタイヤがパンクして、その時にもう一般の女性だったんですけど、タイヤ交換手伝ってくれたのにキュンってして結婚させた。まあ、それときめきポイントですよ。タイヤ交換しましょう、連戦しましょう。タイヤパンクは対処できました。続きましての不測事態対処訓練、こちら、デートのバンジージャンプで彼がひよった、こんな時どうする。バンジージャンプ行きますよね、行きますよね、はい、そうですね、一緒に飛ぶわよってなった時、私はもう行ける、え、飛ばないのみたいになった時に声かけてあげます。私が飛ぶからついてきてっていう感じで、俺を見よう、私を見よう、私に続け、これ背中を見せると女性自衛官として、うん、はい、本当は男性自衛官の背中を見て飛びたいです、はい、追いかけたいですね。ひよっちゃったらそれは仕方ない、人間なんだから、はい、もう私についてきてということで、うん、大丈夫かということで背中を待って、はい、女性自衛官ならではの答えが出ました。今日はやめとこう、今日はやめとこう、あ、やめとこう、優しい、優しい、なるほど、彼に寄り添う、素晴らしい。でも自分は飛べるんですか。飛べない。飛べない。じゃあ自分も飛びたくなかったんですよ。それな
ならば、はい、あの、はい、まずバンジージャンプが嫌だったんです。飛んだことはありますか、はい、PKO で行ったんで、ウガンダで飛んだんです。ウガンダでバンジージャンプ、ウガンダで、はい、グループで行ったんですけど、はい、まあ、グループみんな飛ぶってなって、あ、じゃあ私もみたいな。そんなことあるんですか。あります、ね、初めてのバンジージャンプが PKO のウガンダ。ウガンダで、はい、そんな経験してるとなかなか行かれないです。意外に怖かったですね、やっぱり怖いですね、こう安全面がやっぱ怖くてですね、これ切れるかなみたいな。なるほど、ロープよーしとか、いや、ほんまそんな感じで見て、事前の点検もう自らしちゃった、言ったことにしたと。あの、旦那さんとやってみようという気には、なんかですね、あの、行ったことあるんですけど、うん、やっぱり嫌って言ってありま す, あ, あ, あっちゃったわ。こうなったら突き落とします。突き落とす、ここのプランが出てますよね。もうそれか、落ちる瞬間にも相手の手をガッと、一緒に、共に、はい、運命を共にすると。あ、素晴らしい。しかも他のプランないですか。そうですね、はい、もうひよったら、うん、自衛官ならではの好評論で飛ぶということで、そうですね、はい、やってみれば挑戦挑めか、そうですね、そうですね、やってみたら楽しい。誇り高き自衛官の声を唱えてからバンジージャンプ飛ぶということを意識してみてください。女性自衛官だなと思いながらも、乙女の心も女性なんでお持ちなんだなというのが分かりました。もしこれ見てる男性自衛官の方、一般人の皆さんで女性自衛官の人好きだってなった場合は、この動画を見てちょっと研究して、女性自衛官をぜひ狙い撃ちしてみてください。で、今日は皆さんありがとうございました。本日の訓練これにて終了。キャッキャッキャリーナリー、ありがとうございました。ありがとうございました。大阪地方の皆さん、撮影ご協力誠にありがとうございました。大阪地方の関連リンクはこの動画の概要欄へ。ぜひ見てね。チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしく。